西尾由美は、日本のデザイナー、アートディレクター。神奈川県出身。日本大学芸術学部デザイン学科卒業。株式会社240、プラニングオフィス代表。主な代表作は、キャラクターデザイン、西子君。キャラクターマネジメントから広告まで、プラニングを中心とした幅広いアートワークを手掛ける。幼い頃からものづくりを好み、8歳の頃から約10年間。 絵画教室に通う。父の仕事の都合で、小学3年生から4年生までの約1年間をカナダのモントリオールで過ごす。英語もフランス語も全く理解できないまま現地の学校へ通うこととなり、困惑しながらも、エアズは言葉の壁を越えることを体感する。日本では見たことのない奇抜な色のジェリービーンズや、チュッパチャップスに、驚愕。 海外のポップカルチャーに感銘を受ける。大学ではコミュニケーションデザインを専攻。大学時代後半に生み出した西子くんがいるキャラグランプリ2011にて全国第3位に入賞したことをきっかけに独立。現在代表を務める240プラニングオフィスを設立する。新しい価値観の創造をテーマにデザインからプラニングまで幅広いアートワークに従事。 2014年1月には朝日新聞広告特集にて大きくインタビューが掲載される。2015年9月には青山で個展が開催され、アーティストとしての一面も持つ。ありがとうございます。